こんにちは、エバスゲシです。今回は「自信を持つには嫌われる勇気が必要」というテーマでお話ししていきたいと思います自分に自信を持つためにはどうしたらいいかを知るためには人は何で自信を失ってしまうのかを考える必要がありますなぜなら人間というのはもともと自信満々の生き物だからですそののの証拠に、子供の時というのは、 誰でも自信があります私は子どもの時絶対に地球を真っ二つに割る自信があったので地面を何回も殴っていたのを覚えていますしかしそのような子どもの時の自信も年を重なるにつれ削り取られるようになくなっていきます自信を失っていく要因にもいろいろあると思いますが最も大きな要因の一つは自信のある自分が断あるごとに 周りから、お前、調子に乗るなよ、というメッセージを受け取り続けたからだと思います。例えば、学校で目立ってしまうと、年上の人から、お前、調子に乗るなよ、と言われ、おとなしくさせられます。恋愛で失敗しても、調子に乗りすぎた、と感じてしまいますし、会社でも、新入社員の時から、ガンガン自己主張していくと、調子に乗るなよ、みたいな目で見られ、無言の圧力をかけられたりします。 ネット上でもいろいろな悪口や誹謗中傷がありますが、どれも結局はお前調子に乗るなよってことが言いたいのだと思います。私たちは子供の頃から元気で自信満々に楽しそうにしていると、周りから調子に乗るなと言われ続けることで自分に自信を感じることはまずいことだという認識が出来上がってしまっているのです。特に学校社会の中では 自信を持ったらまずいという思いを強く刻み込まれてしまうのではないでしょうか。クラスの中で目立ってしまうと叩かれてしまう危険性があります。だから、おとなしくしていようとか、なるべく自分を出さないようにしようなどと考えるようになってしまいます。学校でいじめのターゲットになってしまうと、基本的に逃げ場がないので、おとなしくしていることが、毎日を平穏無事に生きていくための最善の方法だと、 考えるわけです何か気が合わない人がいて敵対心なんか持たれたりしてしまうとそれだけで学校に行くのが憂鬱になってしまうと思います。これと同じようなことは会社でもあると思います。上司が嫌なやつだったりすると会社に行くことを考えるだけで気分が悪くなってしまうこともあります。というわけで自分に自信を持てない人というのはこれまでの経験で 自信を持つことに恐れを感じているのではないかと思います。自信を持ってしまうと、調子に乗るなと叩かれてしまうんじゃないか、怒られるんじゃないか、何かまずいことが起きるのではないかと、心のど,どこかで感じているので、自分に自信を持ってもいいという許可が出せないのだと思います。元気で活発な子供を見ていると、ありのままの自分を自由に解放している感じがします。逆に、自信を失った大人を見ていると、 自分を押さえつけている感じがします。周りから調子に乗るなと言われないように、目立たないように、目立たないように気をつけているように見えます。しかし、心の奥底では自分を解放して自由を感じたいし、言いたいことも言いたいし、やりたいこともどんどんやっていきたいと思っているはずです。それが周りからの目立つなよというプレッシャーによって、無理やり 抑えつけられているのですそのような状態になってしまうと自信満々に自由に生きている人に嫉妬したりイライラしたりするようにもなりますそして自分が我慢しているのにあいつが自由にしているのは許さんとなり批判や悪口を言って足を引っ張りたいという気持ちが出てくるのですそんなことをしていたらどんどん自分のことが嫌いになりさらに自信をなくしてしまうといった結果になってしまうのです なので、私があなたに伝えたいことは、どんどん調子に乗ってもいいということです。調子に乗っているということは、自分に自信を感じたり、モチベーションが上がっていたり、何かにワクワクしている状態だということです。普通に考えたら、ものすごくいい状態だということがわかると思います。いつでもそう感じていたいと思うはずです。私自身も調子に乗っている人を見ると、こちらまでワクワクしてきます。 なので、他人のお前、調子に乗るなという圧力には屈してはいけないということです。調子に乗ると、周りから叩かれてしまう、つまり嫌われてしまうのではないかという恐れがあるのだと思います。しかし、嫌われてもいいから、どんどん調子に乗っていってほしいと思います。人は、調子に乗らないと、新しいことを始めることができません。それは、自分を押さえつけて、やりたいことを我慢してしまうからです。 人は行動することによってより良い人生を作っていくことができるのです。ですから、調子に乗ってどんどん新しいことに挑戦していってほしいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画が役に立つと思ったら、ブログやフェイスブック、メールなどで友達とシェアしてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では、素敵な一日を送っていきましょう。